誰かを嫌い部屋に座らせれば絶望のシーンの出来上がりだ。ちょうど今マックスが自撮りを撮ったぞ。現代ならではのセルフポートレートだ。戻った。めちゃくちゃな一週間の始まりに、もう誰にもクロエを傷つけさせない。広く普及し現在に至る。君たちの世代よりはるか昔から自撮りの文化は存在したんだ。呼び方は変わったけどね。写真やアートの世界において人物の姿を捉えることは常に極めて重要な要素であり続けてきた。マックス、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した製版法は。人間を捉えるなんて言い方、悪趣味だと思います。何か嫌なことでもあったのかな。もう一度チャンスをあげよう。わかりましたよ。ダゲレオタイプでしょ。くだらない。ああ、うん、話を進めよう。ダゲレオタイプは銀版写真とも呼ばれている。人物の顔を鮮明に映し出すことができる技法だ。予習範囲を最後まで読めば詳しいことが書いてあるぞ。みんな、日常ヒーローコンテストの期限が迫った。あんな未来は嫌だ。学校の代表としてサンフランシスコに連れて。まずはジェファソンがすぐに捕まるようにしよう。アリスも早く出すよ。テイラー、君もまだだ。期待してるぞ。マックスも言い訳は通用しない。最低。デイビッドにジェファソンと暗室のことを言わなきゃ。これが全部終わった後もまだ写真を好きでいられるかな。君は筋がいいか。ムカつく。まさか私の自撮りが時空を曲げるきっかけになるなんて。日記書いててよかったな。プリントがたくさんあったはず。デイビッドの番号書いてないかな。学校のパンフレット、デイビッドの番号が記載されてるはず。あった。デイビッド、今回だけは切れてくれることに期待してるよ。早くあいつを捕まえて。何が日常ヒーローコンテストよ。サンフランシスコになんか行かせない。こんなやつ刑務所でも贅沢なくらいだよ。ここは過去の中の過去。私の力これ以上持つのかな。私のことはどうでもいい。クロエを助けなきゃ。ビクトリア、本当はこんなことを思ってたんだ。もう誰にもいじめさせないから。ケイト、ケイト、うん、マックス。ケイト、聞いて。何？その、何があってもケイトは一人じゃないって伝えたくて。私はいつだって味方だよ。私だけじゃない。他にもたくさんの人があなたを大切に思ってる。そのことを忘れないでね。マックス、今週初めて明るい光が見えた気がする。私、なんて言ったら。何も言わないで。ただ、ハグすればいいんじゃないかな。ありがとう。マックスがいてくれれば安心だよ。
レイチェル、ごめんね。ビクトリア、そんな奴の隣に立たないで。よくも普通にしてられるね。すぐに正体をバラしてやるから。先生、話があります。ちょっと割り込まないでくれる？ごめん、でももうそのくらいにしなよ。は？あなた何様？まあまあ。マックス、どうした？ビクトリア、匿名の隠れ蓑を着て人の動画をネット上にばらまくなんて最低だよ。ビクトリアほど頭が良ければ、その人の人生が壊れることぐらい想像つくよね。自分がそんなことされたら耐えられる？選択するのはいつだって自分自身なんだよ。ビクトリアが本当は心の優しい人だって私は知ってるよ。何？私はそんな。才能あるんだからもっと自信持ちなよ。周りの人の足を引っ張るより自分と同じ高さまで引き上げてあげる方がずっといいよ。ビクトリアならそれができる。何わけわかんないことを言ってんの。ジェファソン先生、何とか言ってください。僕はノーコメントだよ。私もう行きます。気をつけてね。マックス、どうしたんだね、唐突に。これ日常ヒーローコンテストの課題です。ありがとう。いえ、先生のためじゃないんで。評価はまた改めてするが、提出してくれて嬉しいよ。この学校にとってもいいことだからね。恐怖を克服して作品を世に出すことがアーティストとしての第一歩だ。大事なのは無垢であること。そう思わないかい？思いません。とにかくよかった。金曜日には先生と一緒にサンフランシスコに行けるかもしれないな。そんな、うまくいきませんよ。謙遜しなくていい。何が起きても不思議じゃないんだ。ええ、そうかもしれませんね。今度こそうまくいったよね。よかった。クロエ、生きてる、生きてるんだ。
サンフランシスコまでもうすぐ。緊張するけど、やっぱり楽しみ。いろんな現実の狭間にいて変な感じ。全てがぼやけて遠くにある。ジェファソンとプレスコット家の終わりの始まり。うわぁ、ホットドッグマン、超久しぶり。昔、クロエといつも見てて、ゲームもやったな。あの頃は良かった。航空規定ですので。アーティストって呼ばれて、悪い気はしないな。シートベルトをお締めになり、着陸後、ゲートに着くまで、電子機器のご使用はお控えください。まもなく着陸に向け降下を開始します。サンフランシスコの天気は晴れ、気温は15度です。本日はパシフィックウエスト航空をご利用いただき誠にありがとうございます。またのご利用をお待ちしております。まったく、こんな狭い座席にずっと座っているくらいなら車で行った方がマシだよ。ウェルズ校長にはいい息抜きかもね。今週は後始末で大変だったはずだし。よく眠れました？いびきはうるさくなかったかね？少しだけ。そいつは申し訳ない。だがジェファソンとプレスコットの件で今週は大変だった。君も分かってくれると思うが、いろいろあってね。もちろん分かってます。日常ヒーローコンテストで我が校を代表する君に聞かせる話ではなかったかな。私が一緒では楽しめないかもしれないが、サンフランシスコで素晴らしい経験ができるよう願っているよ。はい、今から楽しみです。やだ、また鼻血。これ以上負担をかけたら私どうなっちゃうの？